来ないで。その USB の中に何が入ってんだ。見ようとしたんだけど。暗号がかかってて見られなかった。でも3日前突然その USB をタケルさんが持って出て行って、そこからどこに行ったのか連絡もつかない。それで兄貴を探してたってわけか。うん、俺たちの時と同じだ。何も言わずいなくなっちまう。そんなに信用できねえのか。違う、タケルさんは上園会で働いてたことあんたたちに知られたくなかったんだよ。兄貴が上園会に。どういうことだ。ずっと前から上園会に近づくチャンスを狙ってて、ようやく潜り込めたけど、それを弟たちに知られたら巻き込んでしまうから家を出たって言ってた。安心しろ。